鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。ということで、ゲームの名作シリーズの歴史や面白さを見ていくですね、天神博物館でございます。本日の天神解説員はこちらの方です。どうぞ。皆さんこんばんは。フィリスのアトリエプロデューサーの岡村です。本日はよろしくお願いします。岡村さん、よろしくお願いします。さあ、もう先ほどちょっと PV で非常にこのなんか僕の好きなあの柔らかい音楽とともに素晴らしい色彩のね、映画流れておりましたけども、本日の展示物を教えてください。はい、本日紹介しますのはコエテコンゲームズから11月2日発売のプレイステーション4プレイステーションビータ用ソフト、フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師です。なるほど、はい、お願いします。はい、ということでございまして、まあね、これ博物館で、ね、はい、取り扱う作品ということは結構な歴史が、そういうことです ね、 終わりになるんですね。おかげさまで、はい、じゃちょっとそのシリーズの歴史、はい、ちょっとこうね、振り返ってみましょう。わかりました。どうなってますか。早速ちょっとご紹介したいと思います。今、うん、ちょっとこちらの方出てるんですけれども、はい、1997年に発売されましたプレイステーションソフトのマリーのアトリエを皮切りに、今回紹介しますフィリスのアトリエで通算18作はい、続いているアトリエシリーズというですね、まあ、アイテム合成の錬金術をテーマとしたロールプレイングゲームのシリーズなんですけれども、1年にそうですね、だいたいほぼ1年に1本出てまして、実は来年ですね、あのアトリエシリーズ通算20周年ということで、はい、非常に長く出させていただいてます。なんかもう映画終わったみたいな感じになってますよ。それクレジットっぽい感じで、あまりにも、ちょっと錬金術錬金術ってどんどん出てるんですけれども、はい、ちょっとですね、あ、今年も1回出してるんですね。はい、あの1年に1本のペースで出させていただいております。そして今回がこれと、はい、最新作ということでご紹介しております。すごいでございますね。そうか、ガストってファミレスとゲーム作ってるんだと思った昔って。そうですね、あ、たまに昔はね、間違い電話が ありました。あの駅前のガストどこにあるんですかそれでがちょっとかかってきたもんね。いや、まあまあしゃあない、はい、ガストってそもそもどういう意味なんですか。あのですね、実はあの新しい風っていう意味がちゃんとありまして、あ、ね、まあ、ゲーム業界に新しい風を、まあ、巻き起こすというような意味で名前が付けられたということに私は聞いてます。あ、なるほどね、ね、なるほど、まあ、そういうかね、はい、まあ、そんな感じでございますけど、まあ、先ほども話していてましたけども、1997年からやから、はい、ね、5月ですから、ね、はい、あと半年で、はい、来年20年ということで、素晴らしい、はい、なかなか、まあ、まあ、皆さんにも支持していただけて、まあ、毎年出すことができているということで、なるほど、結構骨太タイトルということで、ね、人気も知れますけれども、はい、ここでですね、はい、本日ここに来られなかった、はい、ある方から お手紙をいただいております。なんだって、ね、ちょっとうちのアシスタントが代読しますね。はい、お願いします。見てください。皆さんこんにちは、フィリス役の本土楓です。フィリスのアトリエ発売までもう残すところ数日ですね。プレイしていただく方々もフィリスと同じように出会いに感動したりできるよう誠心誠意声を入れさせていただきました。フィリスのアトリエは終始ワクワクが詰まった作品だと思います。自身が出演しているからとかなしにしても、たくさんの方にプレイしていただきたいなと思います。フィリスとの旅をお楽しみに。 PS、 オカピーさんの本日の勝負メガネはどのようなものでしょうか。俳句っぽく教えていただけると嬉しいです。今度はタイムシフトで拝見させていただきます。ふふふ、頑張ってください。はい、えらい無茶ぶり。そう結構そのちょっと、はい、メガネいつもこう、そうですね、いっぱいあるんですね。あの、なんかいろいろなメガネをちょっとあの出るたびに
ですね。それでかさっきも僕のメガネが普通やって流れてたらなんでかなと思ったけど、はい、そうですね、ちょっとだいぶあのリハの時とは全然違うね、エッジの効いた、そうですね、だいぶ、しかもなんか今回のそれを、俳句でいいみたいな、えらい無茶ぶり来てますけど、いやちょっとなんか難しい、まあ、本土さんからの、はい、せっかくなので、いやでも俳句っぽく今日のメガネを教えてください。ちょっといろいろ考えたんですけど、整いましたか？整いましたか？ま、ちょっとあの行きます。じゃあ整いましたか？それでは行き、はい、いいですか？私の心境をじゃあメガネ。わかりました。はい、それでは、はい、メガネ俳句お願いします。はい、よー、はい。新作が出るたびメガネが進化する。素晴らしい。はい、ありがとうございます。ちょっとね、はい、今日は持ってこれなかったんですけど、そうなんですか、進化したあったんです ね、あのさらに進化したやつがあってですね、ちょっとここがスプーンみたいになってて、いやそれでもこれも相当なんか伊達メガネじゃないですよね。あちゃん銅入ってます、銅入ってますよね、はい、普通に普段使ってるメガネで、メガネですよこれも、はい、まあ、ちょっと今新しく欲しいと思ってるのがちょっとブラインドみたいになってるメガネが、はい、ブラインドメガネの意味ないじゃないですか、見えるのかなってちょっと気になってるんですよ。いやちょっとでも気になってるんで、ね、突き詰めてるんですね、はい、あそんなようなことですいません、ありがとうございます。なんじゃこの普通のメガネ、なやこれ、あ恥ずかしい恥ずかしい、はい、さあそんな中、まあ無茶ぶりにもね、はい、ありがとうございます、答えていただいて、さあ気になるねゲーム内容、はい、そうですね、はい、はい、紹介させていただきたいと思います。ではちょっとですね、あのパワーポイントの方用意しましたので、はい、こちらをご覧ください、お願いします。いましょう、はい、先ほどね、まあ、あの年表のような形で紹介していただいたんですけれども、うん、簡単にアトリエシリーズの歴史ということでまとめさせていただきました。はい、こちら ね、はい、一番左側のキャラクターがその1997年に最初に発売されたマリーのアトリエというですね、うん、あのアトリエシリーズの最初の一作目の主人公なんですけれども、まあ、そこから、はい、もう順番にですね、そのザウルブルグシリーズというのが最初の1作目で、うん、そこからグラムナートシリーズ、それからイリスシリーズ、マナケミアシリーズ、アーランドシリーズ、黄昏シリーズで、そして今展開しています不思議シリーズということで、なるほど、結構こう2、3作続くんですね。そうですね、だいたい1シリーズ2作から3作という形で、まあ、設定やあのイラストレーターさんを変えてこれまで脈々と続けているということで、途中で男の子が、そうなんですね、いや、男イリスって、はい、あのやっぱりちょっとね、いろいろマンネリしてきた時とかに、うん、じゃあ男にしてみようとか、なるほど、あのちょっと RPG 色を強くしてみようとか、うんうん、まあ、いろんなチャレンジをして、まあ、あの成功したり失敗したりもしつつ、まあ、ここまであの続けてきたという形になっています。でもこうやっぱり圧倒的にこう色彩がこうね、そうですね、もう進化してるというか、配色の、そうですよね、やっぱり、まあ、時代ごとに結構いろんなあの変わり方をしていて、すごい、まあ、徐々にやっぱり水彩色というか、結構そういう柔らかい、はい、あの色味のものにシフトしてきているんですけど、だからもうなんか一作品目を今の絵で表したらどうなるのかってちょっと見たくなる感じも ね、結構なかなかね、うん、楽しみなところもありつつ、やっぱり1作目ということでね、ちょっと、ね、覚えれば、オリジナル作品は、うん、まあ、やっぱりアンタッチャブルなところもありますから、1作目のなんかデザインも素晴らしいよな、やっぱりもうちょっと、まあ、20年近く前のデザインとしては結構、ね、すごいね、はい、僕が見てもすごいなと思うんですけど、いけてますよね、うん、僕もまあこの頃は、ね、1ユーザーだったので、あ、はい、なるほど、すごいですね、はい、すごい、まあ、自分がファンでやってたものを手掛けるって、ね、はい、嬉しいですね、はい、そんな感じでやらせていただいてます。じゃあそんなわけでちょっと今回の最新作を紹介していきたいと思います、うん、次のお願いします、はい、あら、はい、こちらですね、今回ご紹介しますフィリスのアトリエの主人公、うん、フィリス、フィリスちゃんなんですけれども、まあ、このキャラクターがですね、最初はあの、まあ、閉ざされた町というか地下にある鉱山の町に住んでまして、はいはい、一度も外に出たことがないということで、すごく外の世界に憧れがあると、うん、でまあ、そ あのフィリスちゃんが錬金術と出会うことで外の世界に出る力を手に入れて、まあ、旅をしているというのが今回の最初のストーリーなんですね。そういうストーリーね、だからすごい冒険感というか、でっかいリュックを、そうですね、だいぶ大きなリュック背負ってて、うん、結構あのランタンとかついてたりして、そうですね、旅感が強いんですよ、まあ、やっぱり今回旅がテーマということで、うん、サブタイトルにもあるように、はい、まあ、非常にそういった部分が強くなっている、うん、あのアトリーになってます、すごいな、はい、なわけでじゃあ次の、はい、します。あら、でまあ、今回ちょっとね、あの力を入れている部分としまして、フィリスの衣装がですね、非常にさまざまなバリエーションを用意してあるということで、こちらはですね、今回イラストフィリスのイラストを担当しているユゲンさんというイラストレーターさん全部描き下ろしていただいているということで、非常にさまざまなバリエーションを用意しています。この、はい、うん、
やっぱりね旅がテーマということで、はい、結構その RPG の主人公って、うん、あのいろんな場所に行くんですけれど、うん、衣装がなかなか変わらな い, いうそうですね、大体大体まあ一生も一緒じゃないですか、うん、やっぱりそれをちょっと今回旅がテーマということで力を入れたくて、やっぱ寒いところに行ったら暖かそうな衣装でしたり、あの暑いところでは薄手になったりとか、うん、まあ、そういったいろいろな衣装を作って主人公の魅力を引き出していこうという形になって、なんかね通してこう淡い紫のなんかね、はい、あ、はい、ありがとうございます。いいですね、やっぱり、そのキャラクターの、まあ、イラストを、まあ、どのようにモデルにし、まあ、再現するかっていうところをすごく力を入れて作っていますので、なかなか、はい、そういったところは注力しています。なかなか、はい、続いて次のポイントお願いします。おまた、はい、そしてですね、こちらもアトレシリーズのやはり特徴としまして魅力的なキャラクターが多数登場するということで、うん、こちらのフェリスのアトレですね、前作がソフィのアトレというんですけれど、はい、まあ、そちらの方であのアトレシリーズとして初めて2人のイラストレーターさん、ダブルイラストレーターということ で、 そうなんですね、はい、起用してまして、うん、のこさんというイラストレーターさんと先ほど紹介したゆげんさんということで、うん、ソフィの時はのこさんが主人公のソフィを担当して、はいはい、まあ、今回は役割を逆転させたということそうなんですね、けれど、まあ、そういった形で非常にあの魅力的なキャラクターをお二人のイラストレーターさんに描いていただいていると。言われないとわからないですもんね、一瞬。そうですね、あの結構ね二人のイラストレーターさんに描いていただいてるんですけど、なかなかその雰囲気とかあの、はい、特徴はあのそれぞれのイラストレーターさんの特徴を出しつつうまくこう融合させてますね、形になっています。素晴らしいですね、はい、まあ、今回はですね前作に登場した主人公、まあ、ソフィーやプラフターというキャラクターをはじめとして、まあ、前作から引き続き登場するキャラクターも多数出まして、うん、なるほど、はい、前作のファンの方も楽しんでいただけますし、うん、まあ、前作で18人のキャラクターが出てきたんですけれど、はい、まあ、今作はですねいろんな場所にやっぱ街があったりするので、うん、その街の人、まあ、住人ですとか、うん、そういったキャラクターを含めて30人以上のキャラクターが、えらい増えましたね、はい、だいぶ大幅にしております。はい、まあ、そういった意味でも非常にボリュームが、うん、アップしたアトリエになっています。なるほど、はい、まあ、そんな形でちょっとキャラクター紹介した後に続きまして、うん、システムの方を簡単にご紹介したいと思います、はい、お願いします。はい、まあ、今回ね旅がテーマということで一番力を入れたのはやはり広大なフィールドと、うん、まあ、そこで、まあ、遊べるシステムについてを強化しています、はい、具体的には前作ソフィのアトリエで、まあ、登場した一番大きなマップフィールドの25個分の広さを持ったマップが、うん、まあ、複数でということでですね、しましたね、非常に広大なフィールドが出てきます、はい、まあ、またそこもねロケーションもいろいろな形で変化しますので、うん、まあ、雪原でしたり、はい、あの本当に、まあ、荒野のような、まあ、暑い場所という砂漠のような場所もあれば、うん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 、それ以外にもさまざまに、まあ、本当に空中の、まあ、遺跡とか、はい、の広いのな本当にファンタジックな場所も出てくるので、やっぱりそういったアトリエの世界を旅するという雰囲気をすごく味わっていただけるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、まあ、それ以外もね前作から続いて、まあ、シリーズ2作目ということで、はい、前作でやはり好評だった部分はさらにパワーアップさせていくということで、そういった部分の、まあ、今まで の、 その遊びやすさという部分はさらにパワーアップさせて、うん、より楽しんでいただけるものを目指しているので、まあ、前作を遊んでいる方もまだ遊んでいない方にもそれぞれお勧めできるようになっております。そこはね、はい、まあ、この辺はねちょっとこの後実際に実機の方でゲームプレイをお見せしながら紹介していければと思います、はい、なるほど、はい、でも結構先ほどね PV でも見ましたけど、はい、声優陣も豪華ですよ ね、 まあ、あの特に何かその、まあ、声優さんを豪華にしようというふうに、うん、あのして採用してるわけでは起用してるわけではないんですけれども、うん、やっぱりあの一番キャラクターに合った、うん、あの声優さんを起用させていただいてるということで、うん、実はねあのこちらの山本さんもあの、あ、はい、シリーズ今回、はい、参加していただいてまして、はい、なんでもっと早言わへんのちょっとどのタイミングで言おうか、どのタイミングで言ったらいいだろうなと思いながら、あ、出てんの山本ちゃん、あ、公式ホームページっていただきますと、あのキルシェっていう子が、ね、はい、キルシェ、はい、キルシェ、キルシェ、はい、キルシェちゃん、はい、キルシェちゃん、あのちょっと幼く見えるけど錬金術師、あら、最初年齢であの降臨の錬金術師になった、はい、そうです、ほらすごい天才や、はい、天才的なキャラクターということで、まあ、その錬金術の試験を受けに行くんですけれど、うん、そのために推薦状が必要ということで、はい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 、その推薦状を、まあ、あの、うん、くれるキャラクターという、へー、まあ、そういった結構キーキャラやってるやん、はい、そんなに
はい、そんな形で本当にいろいろな声優さんに参加していただいて、はい、本人漢字全然読めないんですけどね、本当にすごくいい演技をしていただいて、わ、はい、かりました、はい、じゃあちょっとね、うん、ゲームプレイ見ていきましょう、はい、じゃあ早速進めさせていただきたいと思います。この画面で大丈夫ですか？はい、大丈夫です、ね、じゃあここ、はい、ここどこですか？これはこれですね、あの今回のアトリエというその主人公が錬金術でアイテムを作ったりする、はい、あの拠点となる場所なんですけど、うんうんうん、あの従来のアトリエシリーズですとこのアトリエが大体一つの町にありまして、はい、その町を中心にその町の周りにある、まあ、森とかあの平原とか採取地に行って材料を取ってきて、はい、町に戻ってきて調合するっていうゲームループだったんですが、今回はですねやっぱ旅がテーマということで、はい、このアトリエが移動式になってます。なるほど、あの、まあまあ、フィールドのいろんな場所に焚き火のあ、まあ、場所があってですね、そこでテントを張って、はい、そういう空間の広いテントみたいな、そうです ね、 ね、はい、あのちょっと不思議空間みたいな感じになってるんですけど、まあ、ここであの調合したりですね、うん、あの着せ替えできたりするということで、ちょっと先ほど紹介した衣装の方を着せ替えできます、紹介したいと思います。はい、これがですね、まあ、あの今ちょっとあんまり数ないんですけれど、はい、これ実際ゲーム進めていくことでいろいろ増えていったりするんですが、まあ、こんな感じで、はい、そうなんですよ、この、ね、リュックも、ね、注目していただきたいんですけど、あ、これかわいい、あら、はい、食器の子みたいな、ちょっとなんかあんまり入らんそうやな、これ、そうです、まあ、ちょっとこの、ね、リュックの中もね、多分不思議空間になっている、うん、あ、興味はすごいな、まあ、こういうやる感じで、まあ、いろいろな衣装が用意されています。なんか細かいな、なんかいろんな設定があるんですね。そうですね、お母さんがくれたとか、はい、ちゃんとイベントが用意されていて、あの普通にシステム的に手に入れるんじゃなくて、ちゃんとストーリーの中で理由があるんですね、それを手に入れた、はい、でまあ、これらの衣装ですね、あのちょっとした効果がそれぞれについていまして、あ、まあ、こんな感じで調合でちょっとあの役に立つでしたり、移動スピードが上がったりするというようなものがいくつかあります。でやっぱりこういう効果ってあの逆にこれがあるとその衣装をあんまり変えられないですとか、うん、あの結構その辺を、まあ、気にされるユーザーさんもいると思うんですけれども、うん、基本的にアトリエシリーズってその周回プレイがあの前提のゲームになっていて、はい、あの1回クリアすることでですね、全部の衣装の効果があのどの衣装を使っても出るようになりますので、なるほど、そこはご安心していただければ、うん、あの自由に好きな衣装を使っていただけるようになっています。ありがとうございます。やっぱりモデルは、ね、あの非常に、うん、あのイラストレーターさんのイラストを忠実に再現するというところを目指してあの作っていますので、はい、今回もかなり力入っています。でちょっとね、あの調合をこれから紹介したいと思うんですけれども、はいはい、あのこちらの調合って、まあ、基本的にはあのレシピがいろいろありまして、はい、そのアイテムを作るためのその材料を組み合わせて調合する、あれ個数じゃないですよね、はい、あのこれはあのそのアイテムを何個使うかっていう、あのまあ、25とかっていうのは、あこの数字ですか、はい、品質ですね、品質、はい、右側にその選んだものによってその数字が変わっていくという形になっています。で基本的にはあのいろんな材料を選んでいって、うん、もうその材料をそのパネル式の釜のパネルにあのはめていくっていう形になっているんですけれども、はいはいはい、まあ、本当に基本的なシステムとしてそれだけなんですが、はい、どの材料を使うかでその、まあ、パネルをどう埋められるかですとか、うん、あのそういった部分が大きく変わるようになっているので、そこで、まあ、楽しんでいただけるというふうになっています。でもう一つ今回追加された要素として触媒、はい、触媒っていうのがありまして、はい、これがですね、あの触媒の材料を使うことでそのパネルの中にこういうラインが埋まります、はいはいはい、でこのラインを埋めることで新たなボーナスが追加されるということで、前作のソフィーのアトリエでもこのパネルの調合だったんですが、うん、あの今回はですねそこにこういう、まあ、あのラインを埋めるという要素が入って、ただあのパネルを埋めるだけじゃなくなったというところが、はい、あの変更点になります。今、まあ、こういう感じであのいろんな形が材料になるので、はい、それをあのうまく埋めていくという本当に、まあ、シンプルな作りになっているんですが、やっぱりその材料にもその品質やあの追加効果があったりして、はいはいはい、それプラスこのどう埋めるかというところで、あの非常に、まあ、やり込みができるようになっているという感じですね。こんな感じで、まあ、こうすると合わせないといけないですね。そうですね。でこれで今あのラインが全部埋まったので、今後のボーナスが出るという形になります。で、まあ、こういう風にすると、まあ、ちょっと今、ね、失敗したけど、まあ、これで2つのラインが完成したので、はい、まあ、これで2つのラインがちゃんと完成したという形になります。結構パズル感覚で、そうですね、なので結構あの悩みながら作ると本当にいろんなアイテムが、うん、あのまあ、作れてしまうという形で、あのやり込めばやり込むほど時間がかかるじゃないですか。
ていう感じでこんな風に作って、この作ったアイテムを戦闘だったりフィールドで使って楽しむという感じですね。またそういうなんかね、科学の分子構造みたいな感じが面白いです ね。やっぱり そういうところでも楽しんでいただけるので、うん、ちょっと今あの体力を回復してお休みします。はい、これ日にちの後125って何なんですか、これ、ね、これはあの最初のゲームを始めた時のその錬金術の試験になるという、はい、あの目的がある間だけ1年間の期限が存在するんです、ね、365日ですかね、はい、それはそうです。で、あのなんですけれど、その錬金術の試験に受かればあの完全にもう期限がない状態で遊べる、うん、なるはい、まあ、こういう感じで今回非常にまあ広大なようになってまして、向こう側に竜巻、そうですね、ちょっとあの今イベントが起きてるところなんですけれど、まあ、本当にあの向こうまで歩いていけるようなぐらい本当に広いフィールドになっています。で、まあ、その中にあの採取するポイントがあったりですね、はい、壊せる岩とか、まあ、叩ける木とか釣りができる場所とかもあったりするので、まあ、そこをあの期限の間にまあ、あの自由に楽しんでもらうか、どんどん先に進んでいくっていうような、それね、それがちょっとね判断難しいところですね。はい、あ、でも歩くの時間かかりそうって言ってる人も、そうですね、あのそこに関してはあの最初の1回目だけはやっぱりどうしてもあのどんどん進んでいかないといけないんですけれども、1回行ったことがある場所であれば、うん、まあ、ショートカットですとかあの特定の場所に一瞬で移動できる機能がありますので。そうですか、はい、あの、まあ、ちょっとじゃあ簡単にやってみましょうか。まあ、今やるとですね、まあ、こういう場所に行くと、まあ、一瞬でこうやって、まあ、時間は経過するんですけれど、あ、まあ、こんな感じであのすぐに移動できるというか、行ったとこなら行ける。そうですね、はい、こういう風になっているので、まあ、ちょっと最初のうちはねやっぱりその時間経過 があるときはあの時間の残り時間を気にしないといけないんですけれど、まあ、あの試験さえ受かってしまえばあとはもう無制限に遊べるようになりますので、はい、あのそういったところをあの、まあ、やっぱり快適に遊べるような工夫というのはしてあります。24時もあった、はい、結構ねその移動しているとどんどん時間が過ぎていってしまうので、うん、まあ本当に、まあ、そんなに気にするほどではないんですが、はい、あのやっぱり最初に試験を受けるまではあの結構時間の管理とかも楽しめるようになっています。で、まあ、あの新しい場所に行くとねあの新しいイベントが起きたりしますので、このキャラクターはあの前作で出てきたちょっと謎の多いメクレットとアトミナというキャラクターなんですけど、うん、はい、まあ、前作にも登場したキャラクターがこうやって出てくる。このガーみたいな、ね、あのちょっと、ね、民族上の衣装を着るんで、まあ、ちょっとその辺もねあの設定に関係してるんですけれど、ちょっと音声の方はね実際のゲームの方で楽しんでいただくということで、ちょっとあの進めちゃいたいと思います。まあ、あの全てのイベントで、まあ、今までのアトレシリーズも大体そうだったんですけれど、まあ、全てのイベントフルボイスで共有されていますので、声優さんの演技の方も楽しんでいただけるかなと思います。特にやっぱり今回はですね、その全体のボリュームアップに加えてイベントのそのセリフ数もですね、だいたい前作の2割から3割アップして1万6000ワードぐらい入っていますので、ヤンモちゃんもいっぱい喋ったの。そうですかね、まあ、でもそうですね、あのキルシェもやっぱり数百ワードぐらい喋ってるんじゃないかな。何ワードが喋ったか全然わかんないですよ、ね、あのシナリオ1本分くらいなんで、台本丸ごと渡してて、大体台本が3冊とか5冊ぐらいありましたね。はい、そうですね、もっと多かったですね。はい、ちょっと、ね、抜きでお渡しするのもちょっとどうかということで、まあね、難しい、毎回、はい、全部お渡ししてるんですけれど、全部わかんないとね、はい、まあ、やっぱりそれぐらい用意してあって、あの、まあ、イベント以外にもあのキャラクターのセリフの方、まあ、システムボイスとか、まあ、ちょっとしたところにも音声入っていたりするので、はい、ぜひそういったところも楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そんな中、うん、はい、ちょっとですね、あのフィールドの方をご紹介していきたいと思います。うん、従来のアトレシリーズですとね、あの途中マップの移動の途中に、うん、そのミニマップっていう背景のマップが、はい、入っていたりするのでしたんですけど、今回は完全にマップ同士が地続きでつながっていて、はい、まあ、こういった形で雪原のマップやなどいろんなロケーションがありますので、本当には旅の雰囲気を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。かわいい、喜んでる、思いついた、はい、でこうやってねちょっと新しいマップに行くと、あの新しいレシピ思い出す、レシピ思いついたりするということで、まあ、新しいところに行くことでいろんなことが起きて、まあ、あのやっぱりフィリスがですね、あの初めての外ということでいろんなものを発想していくっていうところを楽しんでいただきます。
でね、やっぱりちょっとフィールド大きいのでちょっと、まあ、動かしたいと思います。あるじゃないですか、はい、まあ、スカートの放棄という、まあ、アイテムがあったりしまして、まあ、これで移動がどんどん快適になったりもしますし、あ、超早い、はい、まあ、非常に寒そうやな、まあ、ちょっと今寒い場所なんで、あの暖かい衣装で来ればよかったですね、はい、まあ、こんなような場所もありますの で、 じゃあちょっと最後に戦闘をお見せして終わりにしたいと思います、はい、強そうな方行くんですか？なんか強そうやね。そうですね、ちょっとあの先ほどのリハーサルの時にボコボコにされたやつよりは弱いと思うんですけれど、はい、まあ、フィールドにもね、普通のモンスター以外にちょっとこういった強そうな敵がいたりですね、そういった部分でも楽しい、まあ、本当に、まあ、なんでしょう、旅のね先では本当に冒険が待っているというか、なるほど、あのいろんな敵が出たり出てきたりもします。音楽いいですね、はい、ね、ありがとうございます。あの音楽素晴らしい、ね、本当にね、本当 BGM も全体でこの100曲近く用意されていたりするので、さあ受けてみろ。基本的には、まあ、戦闘はターンバトルのそのトップターンという順番にキャラクターが行動する。やばくない、やばくない、音楽やばくない、まあまあまあ、ちょっと頑張ってみましょう一番強そうなやつが最前線やから、ちょっと頑張ってみますんで。おー、一桁、まあ、まあ、ちょっとそこはなんとかしましょう、やべえわって言われてます、これは無理だよって。よかったよ、よかったよ。戦闘はですね、基本的にあのキャラクターが順番に行動していくタイプのバトルになっていまして、まあ、こうやって痛い、あやばい、なかなかちょっとあの厳しい感じになってきました、まあ、ちょっとここは、まあ、時間も押しているので頑張ってみたいと思います。これ左のキーワードがマックスになったらなると、あのちょっと大技が使えるような、水をかけるぞ。でこのゲージがいっぱいになると、この連携攻撃ができるようになりまして、この連携であの、まあ、強力な攻撃をすることで、まあ、ちょっと大きな必殺技につながるようになっています。敵の体力どれだ、左ちゃん、この真ん中にあるあの1ポイント2300、はぁ、ね、まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけど頑張ってみたいと思います。何のオカピー、まあ、ちょっとで、ね、これはどうなるかわからないです。全然減ってません、ね、レベル差すごいんじゃないの。そうですね、ちょっとレベルが30ぐらいあの違っていたので、ちょっとなかなか、なんでいけるの、厳しい、いや、いけるかなとちょっと思ったんですけど、前の可愛い子でよかったんじゃない、はい、こんな感じで連携がつながりますので、あ、これちゃんとできてるんで、はい、1でマイナス18、うん、おい、おい、200超えたよ、おうおう1、そよ風来た、どうしよう、はい、24、30、40、僕の力をお見せしよう、あ、ちょっと引き立てにつながったと、さあ、これでどうだという感じですね。お、なかなかいいダメージが出ましたが、まあ、ちょっとまだ一目では半分以上残っているという、そうですね、ちょっと思った以上にピンチな感じになってます。今レベルの差が30あっても、そうですね、3回では勝てる可能性があるってことですね。そうですよ、あのちゃんとアイテムをあのうまく使いこなすってことが重要になってます。ちょっとこれはここから立ち直すのはちょっと厳しくなってきましたね。ちょっと、あんだけ言うたのに、お、これはちょっと思った以上に強かったですね。何回も、申し訳ございません。なんで手前のちっちゃいの行かへんのよ。そうだよ、ちょっとやっぱりいいところを見せようとして、誰も岡村後ろなんて言ってなかったよ、後ろ側行くの。ちょっと修行は足りませんでした。マジへこみです。まあでもですね、まあ、実際今本当にレベル差、まあ、30とか40ぐらいあるって言ったんですけれど、ね、まあ、アイテムを作り込んで、まあ、きちんと戦うことで、はい、あのまあ、全然なんとか勝てるかもしれない。なるほど、はい、本当に、まあ、そういったところの やっぱり込み要素もこのアトリエの非常に、まあ、醍醐味ですので、はい、 ね、はい、そういった部分は、はい、本当に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ね、勝てるんかなって一瞬思いました。あ、ちょっと結構、ね、うん、ダメージはいいダメージ与えられたんですけれども、うん、
ということでございましてね、はい、皆さんには、ね、本編で楽しんでいただくとしまして、はい、最新情報を教えてください。はい、はい、ということでですね、うん、今回ご紹介しましたフィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術ですが、来週の11月2日、祝日の1日前に発売ということで、はい、プレイステーション4、プレイステーションビータの2ハードで同時発売となります、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いいたします。こちらですね、あとセーブデータの方ですね、クロスセーブという、うん、あ、両方でできる。そうなんですよ。ビータの方のデータを PS4 にも移送できますし、まあ、その逆もできるということで、まあ、家ではですね PS4 の方でじっくり腰を据えて遊んでいただいて、まあ、出先ではビータで遊んでもらうということも可能ですので、うん、いいですね、ぜひぜひですね、まあ、好みの方を買っていただければと思います。お願いします。はい、そしてですね、うん、今私が着ているちょっと T シャツの方をご紹介したいんですが、うん、はい、ガスト美少女祭りということで、ちゃんとこれ意味あったんですね。はい、もちろんです。ちょっと見ね、変な感じのなんか変な T シャツ着てるだけに、そうちょっと紹介しておかないとね、これ本当に変な衣装。これなんでございますか。はい、これがですね、今紹介しましたフィリスのアトリエをはじめとしまして、うん、ガストブランドでこの後発売予定しております夜のない国2、それからブルーリフレクションと美少女がいっぱい出るんですね。そうですね、うん、はい、それらのタイトルで、まあ、同時に展開するキャンペーンということでですね、うん、こちらのタイトルをお買い上げいただくことで、さまざまな特典、カスタムテーマとかコスチュームですとか、そういったものをプレゼントするというキャンペーンになっていまして、つながってるんですね、はい、ぜひですね、詳細の方は公式サイトの方に載っておりますので、はい、ぜひ気になる方は見ていただければと思います、うん、さあそして今回は素敵なプレゼントもご用意していただきました、はいはい、そうですね、はい、ちょっと今してはい、こちらでございます、はい、おっとこれは、はい、これは、先ほどお手紙をくださったフィリス役の本土楓さんの直筆のサインになります。つけてるよ。あ、フィリス、あ、来ましたね、はい、ほう、あ、ほん、ちょっとね、なかなか解読が難しい感じのサインになってるんですけど、あ、本土楓だって楓、はい、どれがカーや、こカー、これだよ、カー一番大きいの、そうそうそう、これはかねえ、ねえじゃなくて、ちょっと解読がなかなか難しい感じの、かえでか、でがほら、これかでですね、そうですね、星で天下、はい、これ多分、あ、ほんで下がホンダか、そうだよ、ホンダ、ホンダ、ホンダ、あ、ホンダな、ちょっと普段からこういうサインのことなんでです、いや違うと思います、違う大丈夫これこれね、でも本人に、ご本人にね、確認してもらえば確実に本人が書いた、なるほど、サインになります。世界一つしかないホンドさんのサインですね。フィリスのサインですか、はい、ぜひですね、こちらの方をプレゼントしたいと思います。まずこれ1枚と、はい、それからですね、はい、こちらの何これ、はい、さっき の東京ゲームショーの物販コーナーで販売していました、うん、フィリスのアトリエオリジナルクッキーという、クッキー、はい、こちらをですね、5名様の方にプレゼントいたします。はい、もうかんちゃんがめちゃめちゃ食べたそうな感じで映ってるけど、結構ね、美味しいクッキーでして、キャラクターのちょっとイラストもプリントされていたりするので、うん、はい、ちょっと見た目も楽しい、旅に持っていくとちょうどいいんじゃないかまさにね、はい、旅だけにということで、ありがとうございますね、はい、はい、ということで、なります、はい、応募方法は番組の最後のお知らせします。それでは小野さん、最後にメッセージお願いします。はい、はい、今年もですね、新しいアトリエをユーザーの皆さんの方にお届けすることができまして、本当にホッとしております、うん、毎年言ってるんですけれども、はい、やっぱり毎年新しいまあ、タイトルを作るということで、うん、非常に、まあ、悩んだり苦労しながら、ね、作っている作品になりますので、うん、やっぱりユーザーさんの反応がすごく楽しみですし、本当に新しいアトリエを、まあ、毎回遊んでいただいているユーザーさんがいるからこそここまで続けられたと思っています、はい、本当に今回も楽しんでいただければと思います。で、来年なんですけれども、うん、アトリエシリーズ、先ほどもお話しましたが、はい、来年で20周年を迎えるということで、うん、ぜひですね、いろいろな企画の方を用意して盛り上げていただきたい、はい、いきたいと思っていますので、うん、はい、ぜひこれからもガストブランドとアトリエシリーズの方よろしくお願いします、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあということでね、本日の展示物は、フィリスとアトリエ不思議な旅の錬金術でございました。岡村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。20周年頑張ってください。 ありがとうございます。頑張ります。楽しい。冒険。